い、どうも、キックスです。今日の企画は、青キックストーク。はい、というわけで、この青キックストークは、今、日本で活躍してる選手、プラス、まだこれからね、伸びそうな選手、これから日本のバスケを盛り上げてくれるような、というような原石の選手をフォーカスして、バスケのプレー以外のところの人間性のところを皆さんに、まあ、ご紹介できたらなという企画です。はい、今日のゲストは、この方です。開志国際高校5番の武藤俊太郎です。あー、武藤くん、チャンピオンチャンピオンがついに青キッズのチャンネルに来てくれました。はい、まずは明けましておめでとうございます。おめでとうございます。これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてウィンターカップ優勝おめでとうございます。ありがとうございます。はい、どうですか、優勝した反響っていうのは。結構すごかったと思います。反響はまだすごいでしょ。ぼちぼちって、でも落ち着いてきてると思います。ああ、ほんと、ほんと。はい、また青キックスがここで落ち着きを一回見るか、また来ます。じゃあ、でも、帰省してるとこでしょ？はい。一回だと思うし、すごくこう、なんかかしこまったインタビュー動画はあんまり撮りたくなくて、まあ、お互い家っていうこともあり、はい、もうオフをすごく満喫してるようなテンションで、撮影進めていこうかなと思うんですけど、なんだろう、俺、武藤くんのこと、武藤くんって呼んでたよね。はい。みんなからなんて呼ばれてんの？ブーだったり。ブーブーだったり。うん。で、武藤俊太郎なんで、ブーシュンとか。ブーシュン？はい。文春に聞こえるから、あんまよろしくない。そこがあだ名っすね。じゃあ、ブー、ブーそれも本当にみんなからブーって呼ばれてるの？先生からもブーって呼ばれてます。じゃあ、たまに。ブーあれだから、今日じゃあブーちゃんにしようかな。俺はブーちゃんって。あ、オッケー。ブーちゃんで、はい。ブーちゃん、俺のことなんて呼んでた普段？青キックスとか、青木さんとかじゃないですか。いや、青木さんといいから、今日はじゃあ、青キックスか、キックスの2択で。あ、じゃあ、キックスでいきます。キックスで、キックス呼びやすいからね。はい、はい、じゃあ、今日はブーちゃん&キックスでいきます。それでは本編、レッツゴー。はい、じゃあまずはちょっとウィンターカップとかその後の話は一旦後半のメインのところに置いといて、まずはブーちゃんのそのバスケキャリアきっかけとかをちょっと軽く触っていこうかなと思うんですけど、ブーちゃんいつからバスケ始めたの？自分は小1ですね。小1？早くない？はい。いやでもそれちゃんとしたバスケってよりかはなんかスクールに行ってて。小1から？はい、お遊び的な感じでしたね。でもああ、でもそれちゃんとした、割とちゃんとした人が教えてるスクールだったんでしょ？あ、そうです。お、すごい、なんか結構英才教育だね。小1からスクールはミニバスに小2の冬入ったって感じです。おおお、それはもう完全に地元のチーム？はい、そうです。おそっからはなんか選抜とかも？ミニバスも中学校も新潟県選抜でしたね。エリートだ。いやエリートだ。だって、ね、分かんないけど、その時はポジションはどこだったの？はい、ポジション、中学校は5ポジでしたね。あ、もう完全にセンター。はい。もうポストシールして、バーン、はい。ポストプレーだったり、まあ、合わせとかがメインでした、中学校は。まだその時はオフェンスリバウンド、あれは退化してない？でないですね。あ、する前ね。オッケーオッケーオッケー。中学も小学校ミニバスももう本当に地元のとこ行ったの？あ、もう全部、あ、横越しってとこなんですけど、あのミニバスも中学校も横越し。あ、じゃあなんかこうバスケの強いとこ行こうかなで、こう隣町行ったりどっか寮入ったりはしなかったんだ？しなかったですね。横越しがちょっとある程度強くて。あ、もともと強いとこだったんだ。ああ、はい、うん、で横越しに行くって感じ。じゃあまあ中学選抜入ったりしたら割といろんなと県内からもそうだし県外からもオファーが来たでしょ？いや、あんまり来てないっすね、多分。そうなの？はい、あんまり来てないと思います。あ、ダメだな、発掘しないな。いや、まあまあまあ冗談で、じゃあ開志に行こうと思った理由はどんなとこ？まず自分最初は本当に公立高校行こうとしてて。そうなの？
はい、で富樫先生に声かけてもらって、うん、で、まあ、バスケ高校でも頑張ろうと思って開始決めました。あ、そうなんで、じゃあそれ新潟で行ったらやっぱさ帝京長岡があったりさ、あと北越があったりさ、来なかったの？なんか自分には届いてないですね。あ、じゃあブーちゃんがなんかこう、はい、ここの練習会行ったりは？一個もないです、開始だけですそれ、いやそれコーチも分かんないけど、こ推薦くれなかったコーチもあるけど、それ行かなかったブーちゃんもちょっと悪いなそれ確かにそうそれに関してちょっとお互い様だな。はい、あ、そう、じゃあ開始の練習は開始にとりあえず決まる前に行ったんでしょ、はい、練習体験会、はい、どんな感じでした？もうまずなんかみんなでかくて、そうやな、でガタイも良くて、でまず開始の雰囲気がやっぱ好きだなって思いました。中学校行った時から。それはどんな雰囲気だったの？なんかもうはしゃぐみたいな、とりあえずらしいね、開始はすごい、はい、なんかそれ有名だよね。はい、結構大学みたいな感じでやってるみたいな、はい、そうなの、開始じゃあ、じゃあもう開始来たから開始行くみたいな感じなの？そうです。でもどうだった？まあ今同期だったらさ、まあ留学生はさ、はい、その代に来る来ないあって自分の代来てくれて、プラスやっぱアンソーがいたやん。はい、初めてアンソー見た時どんなだった？いやもうオーラが違くておい、それはそうよ。まずあんなダンクバンバン行く人見たことなくて地元じゃいなかった地元でもいなかったですし、開始でも留学生ぐらいしかいなかったんで、衝撃受けたって感じですね、アンソニーからは。じゃあこう、なんだろう、俺やってけんのかなって思ったりするとこもあったの？アンソニーが来て、俺出れんのかなとか思いましたなるほどね、まあまあそれは思うかな、はい、同期これみたいな、プラスもは、はい、まあちょっとウィンターの話もなってくるんだけど、ブーちゃんスタイル、オフェンスもファーストオプションセカンドオプションでシュートいく、アタックするわけでもなく、まあ合わせとオフェンスリバウンドとそのチームのもうなんだろう、泥臭いとこ全部やるみたいなスタンスはいつ生まれたの？アンソニーとタイラーが結構攻めてくれるじゃないですか。じゃあもう本当それは今年のできたプレースタイルになったってこと？いやでも高1の時からやっぱり本当オフェンスはあんまりできてなくて、まあ実力不足で、で高1の時もリバウンドとかは頑張ってたから、そんくらいからですかね。そのなんかさ、わかんない、高1の頃はきっとさ、そのオフェンスに自信がなかったりしたらさ、はい、シャアなしって言ったらあれだけど、まあそこでしかちょっと必要とされてないし、そこやらされてるみたいな、はい、けどもう多分きっと3年のあの頃、インターハイもそうだけど、その頃にはもうそれが自分の得意プレーになってたじゃん。はい、その変化っていうか、やらされてるのから、もうや自分がこれ、もうこれだって思い始めたのいつぐらいなの？いつなんだろうな。でも高校入ってからも、自分結構飛べる方だとは思うんですけど、うんうんうん、まあ留学生からリバウンドを取ったりとかはできてたんで、でも、高2で出させてもらう時にはもうリバウンドは得意っていうには変わったと思います。じゃあもう本当高1で1年間留学生と戦いまくった結果、それが自信になったみたいな感じ。そうですね。いや、やっぱ留学生いるチームそれがいいよな。はい、すげえ羨ましい。俺留学生って一回もやったことないからさ、同じチームで。ああ、そうですね。ああ、そこのなんだろうな、しかも武藤君の場合、ブーちゃんの場合は4ポジやん、アンソ3で。はい、そうです。下回りがそこで戦えたりできるっていうのはすげえ、なんかやっぱ1年で変わるよな。じゃあもうあれは多分もう全国でリバウンドって負けないと思ってるよ。はい、全国で負けないって思い始めたのはいつぐらい？京都カップわかりますか？京都カップ、京都交換、京都交換ですね。ああ、3月のやつね。その時、まあ、新チームで初めてのカップ戦の時には結構手応えあって、お、まあ、その時4ポジじゃなかったんですよ実は。え、どこで出てたの？ 3? アンソニーと一緒にウィングで出てて、え、うん、まあ、そのウィングで出てる時もリバウンドとかはやんなきゃいけないと思って結構バンバン取ってたので、うん、そこは自分の持ち味というかリバウンドは、その時ぐらいからです。おお、なるほどね。じゃあ、 あの京都でいろんな全国各地のとことやって、あ、俺取れんだみたいな、はい、俺といけるわみたいな、
すごい。でもあれはまあそんなことも言いつつオフェンスもさちゃっかりスリーとか決めてくるやん。はい。それはねいつから結構昔からやってたあのスリーポイントとかキャッチシュートは。いや、スリーはちょくちょく打ってたんですけど、うんうん、まあやっぱりあんまり確率は良くなかったんで、でもアンダーのワールドカップとかで 2,3 ポジで使ってもらって、その時結構スリーは自信持って打てて結構入って、そこからシューティングとか重点的にやって入るようになったって感じです。おー、着々と進化してますね。はい、いいですね。一つずつやれること増やしてますね、はい、ちゃんと。はい。あ、そうなんだ。いや、なんかウィンターとか見ててもさ、まあインターハイもそうだけど、はい、すごいなんかこう、なんかわかんないと思うけど、ちょっと昔の自分と重なるというか、はい、やっぱその下で出て、もうオフェンスはとりあえずもうリバウンド量産、20リバウンド。あ、俺も昔高校時代20リバウンドしてたわと思いながら、超いいやんみたいな。一番鍵やんみたいな。はい、見たことある？俺がウィンター。ないでしょ。いや、ほんのちょっとだけあります。見て、この後暇だって。見ます。ウィンターの三欠、桜ヶ丘との試合。はい。は、24リバウンド、22点とか。ああ。日本人で。で、相手持っちいて。ああ。で、だから、なんか、うわ、おもろみたいな。こいつおもろやんみたいな。それがブブーちゃんだった。ああ、なるほど。だから、すごいなんかこれはしかもあんま喋ったことなかったね今年インタビューなかったですね。うんうん、やっぱアンソーに行かなきゃいけなかったからさ。はい。いやでもいやメディアの仕事としては頼まれてる側としてはアンソーなんだけど、個人的にはブーちゃんだ、はい、やっぱアンソーもすごいけどこっちも行かなきゃダメでしょみたいな思って、ね、いやこうやって、ね、はい、自分のチャンネルできてすごい嬉しいんだけど、じゃあウィンターカップの話いきますか。はい、行きましょう。はい、優勝したわけですけど、はい、どういう流れで優勝まで行ったんでしょうか。やっぱりまず1回戦が明星さんか八女学院さんってことで、割と死のブロックじゃないそこ。本当に毎試合厳しい試合になると思ったんで。あ、だって組み合わせ最初見た時はバーン出た時はどんな気持ちだった。また今年も厳しい山かみたいな。またか、ね、思いましたね。はい、また今年もインターハイで見たったのにまたみたいな、はい、やっぱそうよね。それはそうだよね。自分的には諏訪さんに大差で勝ったってのがちょっと自信になったかなと思います、チームとして。もっと競ると思ったってこと。はい、競ると思ってました。まあお互いさもう手の内なんかバレてるやん。はい、地区も一緒だし、その中でこう最後の最後であれ25点離せれた要因っていうの。ディフェンスじゃないですか、やっぱり開始の、うん、インターハイ終わってからいろいろ変則的なゾーンとかやってたんで、そこが完全にハマったかなって間違いないと思います。間違いないと思う。あのだってレイルとスグルでさえ崩せなかったもんな。はい、あれはこれ言っていいのかわかんないけど、今だから言える話、まあまあ多分また新しいディフェンスやってると思うから富樫先生なら、はい、ちょっと俺も聞くけど、あれは何の変則ゾーン？ワンスリーワンでマッチアップ気味みたいな。うん、あとあのどこのチームにもポイントゲッターっているじゃないですか。うん、いるね。うん、ゾーンしながらそのポイントゲッターにちょっとマンツーでついてるみたいな感じです。だからでもボックスワンとかそういうのではないんでしょ。そういうのではない。でもチーム5人のマッチアップゾーンでもないんでしょ。はい、なんかちょっと難しいですけど変則それはそのディフェンスはあのインターハイ終わってから練習し始めた。はい、これ富樫先生がこれやろうみたいな。はい、練習の時から結構手応えあったやった時。でも1番チームと2番チームでゲームするんですけど、うん、でも2番チームも結構レベルが高いんで、1番チームが 1-3-1 とかしても結構崩される時あったんで、うん、でもまあウィンターまでにいろいろ調整して最後完璧な形でいけたかなって。いやーすごかったよ、あの諏訪戦のあのあれは崩せなかったもんね。結構40分、はい、40分通して崩されなかったもんね。だってはい、なるほどね。そう、1回戦バーン勝って次どこだっけ諏訪の後は。
藤枝か。はい、そうです。割とその海士によ似たチームじゃん。似てますね、はい、留学生いて、アンソーポイントゲッターいて、向こう赤間がいて、でスモールガールが何枚かいて、どんな感じだったの、その面接、藤枝面接は。藤枝面接さん、本当にやったことなくて、一回も。あ、じゃあ今年練習試合も含めて初？初です。おうおうおう。で、まあ、ポイントゲッターは、まあ、分かったんですけど、あの赤間くんのとこと、あと下越孝太郎のとこと、うんうん、なんですけど、思った以上に藤枝ダンシュートが入ったかなって個々の能力が、本当にオフェンス能力が高いんで、藤枝さんは自分たちのゾーン、んでも、あの試合はでもマンツーマンツーの時間も多かったと思う。結構ピックとかでやられて、だいぶ苦しい試合だったかなと思います。やってる時どんな感じのメンタルだった？逆転されてもいけるな、それともまあなんかあるじゃん、やっててもさ、その、はい、もうそこのレベルというか、そこまでいくとさ、点差が確かに10点15点あったとしてもさ、あ、はい、やばいと思うのと、あ、大丈夫っていう、そのなんて負けてさとしても勝ってとしても、この内容だったら大丈夫みたいなのあるよ。はい、どんなだったブーちゃん的には。まあ、4ピリまでずっとどこどこだったじゃないですか。うんうん、4ピリの残り3分ぐらいに、下越がスリー決めてきて4点差になった時は、まあ、ちょっとまずいなって思いました、俺は。まずいなって。やばい、ね。はい、やばいな、これ。焦りは？そんな、そのやばいなぐらい？焦りはあんまなかったです。おお、今年割とあの追っかける立場の試合が多かったってのもあるんで、あんまり焦りはなかったです。なんかこうやっててここでアドバンテージ取ってるなみたいな手応えを。留学生のとことあの赤間のとこがファール4つしてたので、うん、そうだね、まあインサイドで攻めようっていうのは思ってました。いや、すごかったよね、あのもう怒涛に狙ってったもんね、ことことに何言ったもん。いや、だからそれができるチームってすごいと思うよ。なんか大会見て俺も思ったけど、その明らかにフォーファールのとことかにさ、あと留学生のとことか、はい、なんかビビってアタックいけないチームとかプレイヤー多かったから、はい、大使はもうマジでそこ狙いに行くよ。マジで狙いに行きますよ。そうそうそう、そのいや、みんなマジで狙いに行ってるんだけど、会社それ以上にマジで行くやん、ずっと。はい、これすごいよね、失敗してもいいからそこ行くみたいな。はい、その徹底さが、いや、そうなって、そういう結果になったと思うし、インサイド狙いすぎてロードプリンスとかにブロックされちゃったりとかあったんですけど、ああああ4つ目なのにブロック飛んでくるんですよ。そこがすげえなと思って。ああ、しかも1年ね、それやばいよね。はい、宇治枝戦ブーなって勝ち切りました。まあちょっとうわーよしゃよくやったってなるよ、ナイスゲームだったなって、そっからのそのベンチからの様子を教えてほしいんだけど、勝ってから福岡第一と戦うまでの過ごし方、はい、裏話か、なんだろう。いや、でも正直、お、多分開始のみんな多分そう思ったと思うんですけど、お、第一とやるってなった時に、お、藤枝さんよりは相性いいと思うんですよ。うん。うん。なんで、海外カップでも、うん、まあ1回勝ててるし、うん、まあ、プレスにさえハマらなければ大丈夫っていうのはありましたね。ああ、やっぱそういう感じだったんだ。はい。ちょ、裏話じゃないんですけど。いやいや、でも、それはそのメディアたちが思ってるのと、はい、プレイヤーたちが思ってるのはまた違う実感っていうか、その見込みだから、全然、はい、それはそうだと思う。え、それはどういうところで、その、まあ、プレスにさえはまらなければ大丈夫っていうのは、何がその大丈夫っていう自信につながってる？やっぱり自分とアンソニーのインサイドの部分はやっぱり相手からしたらだいぶ厄介だと思うので、インサイドでアドバンテージは取れてるっていうのは富樫先生からも言われてたんで、うんうん、そこが大丈夫な場面っていうか、ところっていうか。いやいやいや、それはいいと思うよ、プレイヤーだから。それはもちろん自信持っていかないと、逆に。はい、なるほどね。で、どんな感じだった、始まる前のそのロッカールームとか。いや、でもみんな楽しんでたと思います、あの雰囲気というか、ウィンターカップの、あの全部が初めてなので、うん、メインコートも決勝の舞台も、うんうん、みんな多分ワクワクの方が強かったと思う。やっぱ全然違った、本当に。
違いましたね。味わったことないです、あの雰囲気は。ああ、だって奥行きとかえぐいやん。フリースローとか、はい、もうどこ打っていいかわからんやん、あれ。フリースロー、うん、むずいっすね、なんか浮いたカップも。あれむずいよね。はい。しかもなんか、1、2回戦で慣れたあの横のさ、あのフリースローとメインコートのフリースロー全然違うやん。全然違うっすね。いつも言ってんだけど、あれみたいになってから、どんどん負のレッサーが始まるというか。はい。あれ、これかなみたいな。自分もあんまりフリースロー調子よくなかった。浮いた。ああ、それもあるある。逆にあそこで決めれるやつがマジすごい。すごいよ。試合、じゃあまあ楽しみますで入りました。まあ割とさ、スタートから開始バーンいけたやん。その、なんかやってる時はどんなテンションの気持ちというか。やっぱり必ずリベンジして優勝するっていうのはチームとしてはずっとあったので、まあ点差離れても、まあ、競っててもとにかくプレスにはまんないことっていうのをずっと心がけてやってました。プレス対策は？あ、かなりしました。なんか入れた新しいプレス対策？モハを中継に来させるっていうか。おー、ちゃんとつなぐね。おー、わかるよ。はい。でまあ、ドリブルあんまつかないだったり、まあ、基本ですね。それをしっかり徹底してやれば、まあ、運べさえすれば問題ないって戸貝先生言ってたので、とりあえず、モハだったり、沢田とか、まあ、自分パス出しなんですけど、まあ、自分とかがいい感じに中継して運べればって感じでしたね。まあ、でも、何回か引っかかったとこあったけど、ほとんど引っかからなかったよね。ほとんど引っかからなかった。なるほど。あれはハーフコートのオフェンスになったらこれやるみたいなあった？アンソニーのとこのオフボールスクリーンですか。最初からあのアンソニーで攻めるんじゃなくて、崩して、うん、で最後アンソニーみたいな。ああ、それが一番返しの強い形。間違いない。間違いない。間違いないと思うよ。まあね、でかいからね。あとトランジションバスケになったら結局いけるからね、最後まで。はい。それはめっちゃ大きかったと思うし、いや、なんでったって、でも決勝戦に関しては、ブーちゃんとこのディフェンス、まあもちろん頑張ってたけど、そこの上のとこでしょ、あのローテでしょ、3人の。はい。ボールの。あれは相当練習した。俺、ちょっと悩んでるやん、言っていいのかな。もうバレてる。あんま練習してないっすね。え？あのスイッチ？はい。トドロキ君のトップピック、留学生ピックのスイッチ。はい。あのコーナーにあのスイッチのやつ？はい。試合の当日に。え？ちょっとあの、あ、でもトップはずっと、ま、トップって言われてたんですけど、ま、練習はあんましてなくて。おう。で、試合の当日にどっかの体育館借りて、ま、シューティングっていう時間あったんですけど。おう。まあ、そこで今日ピックの対策はトップで変わらず行くよってなって、そこでちょっと確認しちゃってたけど。やばっ。ローテを確認しちゃって。あれでだってドハマりしたよ。はい、ドハマりしました。これは夏終わってから第一用に取ってきたやつなんかな。まあ確かにそうですね、第一さん対策だったと思う。切り札は第一用の切り札なのかなみたいな。はい。逆に変に先に見せちゃうと多分第一はすぐスカウティングして、はい、もうそれの対策してくるから、あ、ここで切り札使ってきたみたいな。いや、すごい、あの、すごい、なんかオフェンスもディフェンスも勝つべくして勝ったというか、まあ、持ってた部分もあるけど、はい、優勝した時はどんなだった？いや、もう、最高でしたね、本当に。え、なんか、3年間の思い出とか蘇ってくるの？それともどういう感じなん、優勝すると。いや、もう自分は、もう何も考えられなくて、とりあえず、嬉しいしか、頭に出てこなかったです。やっぱホテル帰っても変わらんかった、ずっと。あの決勝の当日解散だったんで、うん、ホテルは戻んなかったんですけど、おうおう、まあ家族と一緒に帰ってずっと一緒に嬉しがってたっていうか。その夜は、夜ご飯何食べた？大ステーキとか大寿司？いや、自分は東京を5時とかに出て、夕方ので、そこから車だったんで11時半とかに着いて、でもそんなステーキとか食べてないです。サービスエリアちょくちょく寄ったりあれはだから帰省してもう結構経つや、家族優勝パーティーみたいになかったの？あ、しましたね、しました。その時は何が出てきた？
もう寿司とかチキンとか、おう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 、とりあえずいっぱい出てきましたね。おー、いいね。お年玉の額もちょっと上がったんじゃない？多分過去一だったかもしれない。おお、上がってるやん。勲章して上がってるやん。それぐらいしてもらわないとね、3年ぐらい終わってきたからね。最後いいよいいよいいよ。なんか自分にはご褒美しなかったの、優勝して。いや、まだしてないですね。何も考えてないです。でもだってほら、過去一の年玉があり、資金は、はい、ちょっと悩んでますね今。どうしようかなと。あ、なんかああいうの欲しいもんあんの、買いたいものというか。まあ服買うかバッシュ買うかとか。普通思いの通り普通だ。なんかもっとこう、まあブランド品じゃないけど、なんかもう電化製品とかいくと思った。いや、でも普通ですね。あんまじゃあ物欲あんまないんだ。なくはないんですけど、あんまりですね、でも。いいよ、一番いいよ、そういうのが。じゃあ、なんか逆にウィンターの裏話とかあったりする？ウィンターの裏話、なんか起きたハプニングとかさ、大会期間中に。ありますね。おちょっと待って。じゃあ、ウィンター期間中にあったハプニング、お願いします。諏訪戦か、前橋育英戦の日に東京体育館に来るじゃないですか。で、バス止める場所が自分たち結構遠くて、で、10分ぐらい歩いて東京体育館なんですよ。遠いな。はい。で、まず澤田が東京体育館着いたら、バッシュをバスに忘れたっつって。で、アシスタントコーチの人が取りに行ってもらって、で、東京体育館入って、アップ会場行って、アリームと自分同じ場所持ってるんですよ。そしたらアリームが自分の右のバッシュと俺の右のバッシュ持ってきて、で右と右のバッシュを持ってきてアップ会場に、それでまたアシスタントコーチの人にバッシュ取ってきてもらえませんかって言って、それで結構時間も押してて、ハーフアップ多分最初9人とかしかいなかったと思う。どこの学校ですか？ 9 人しかいないハーフアップ。やばいね、それは。ハーフアップ間に合わなかった。アリームは間に合ってないです。やば。すごいね、なんか大使っぽいというか、みんな自由やね。でも、そこでちょっとアシスタントコーチの人が、カツ入れてくれて。それカツ入れるよ。お前ら今日抜けてるぞってなるよ。はい、で、そこからちょっと、まあ、チームもピリついて、ちょっといい方向に行ったんじゃないかなって思います。ああ、そうね。はい、ね。で、バスに忘れたんでしょ？はい。ああ、じゃあよかったね。ホテルじゃなくてよかったね。はい。あ、でも、アンソニーも一回、試合前にどっかの体育館で借りてっていう時に、バッシュホテルに忘れたって言って。3回ありましたね、バッシュ忘れるっていうものが。もう前、はい、バッシュも首からぶら下げぶら下げた方がいいっす。ぶら下げ、紐でぶら下げた方がいい、マジで全員。なるほどね、それはとんだハプニングでしたね、はい、というか、はい、自己責任です、それに関しては。すべて。ブーちゃんはそういうのないんでしょ、全然。ないですね。ちゃんとしてるねというか、それが普通なのよ。はい。普通ですね。ああ、なるほどね。OK です。じゃあもう、時間も時間なんで、そろそろ、まあ、ブーちゃんの次のステージ、はい、発表してもらえればなと思うんですけど、まあ、はい、まず、大学バスケ、続けますか？続けませんか？続けます。おお、まあ、それはね、それはね、優勝して勝ち逃げもいいけど、それはね。はい、はい、じゃあ関東が割と強い大学集まってるんですけど、関東ですか関東じゃないですか？自分は関東に行きます。お、ようこそ関東へ。じゃあ最後はぶーちゃんの本人の口から直接教えていただきましょう。お願いします。明治大学に進学します。すごい頭いい。いや、よくないんすよ。いやいやいや、明治大学だって、いやもう超名門校じゃないですか。
いやでも自分勉強が心配で。おお、まあいろんな大学もちろん悩んだと思うけど、明治に決めた一番のその理由っていうのは、やっぱりバスケも高いレベルでできるっていうのと、勉学も力入れてやれて文武両道ができるのかなって思ったから明治大学にしました。絶対嘘、なんか1年で入れそうとかさ。いや、そういうのだ。正直声かかった大学の中で一番強かったからとかありますね。へえ、あ、そうなんだ。まあ明治大学にブーチャー進学ということで、一部でリバウンドになるのかな、1年生から頑張ります。はい、じゃあまあ最後に、じゃあ大学の目標とその後プロでもいいし、これからの目標をちょっと教えてもらいます。大学ではもっと上のポジションで 2,3 ポジとかをやりたいと思ってるので、その分スキルとかも大事になってくるので、そこを重点的にやっていきたいと思ってます。大学卒業後はやっぱりプロになりたいと思ってるので、お、頑張りたいと思います。はい、頑張って、ぜひリバウンドを目指して頑張ってください。いやでも 2,3 ポジでリバウンド強いってやっぱ大事よ。大学の中でめちゃめちゃ使える。でも点取りに行きたいですね。でも大学はスコアラーになりたいかな。スコアラーになりたい。はい、欲がね、いいよ、いい欲よ、それは。いい欲です。はい、じゃあ、まあ、これから今日も CS パークだったり、まあ、あの、青キッズのチャンネルでもね、フォーカス、また1年後とか半年後、まあ、1年後かな、大学バスケと高校バスケの違いとか、はい、多分オファーさせてもらえるので、ぜひその時はビッグになってようが、断らないでください。わ、はい、かりました。お願いします。はい、はい、じゃあ最後の最後、両親とか今までお世話になった先生方、チームメイトに、まあ、ファンの人も含めてメッセージ最後お願いします。3年間まず応援ありがとうございました。まあ、高校1年生のところは本当に何もできないプレーヤーだったんですけど、高校3年生になってからは、まあ、日本代表だったり行かせてもらって、本当にいろんな方々の、まあ、支えがあったからここまで成長できたと思ってます。自分は大学行ってもバスケットを続けるので、これからも応援よろしくお願いします。はい、はい、というわけで今日のゲストはウィンターカップ2022チャンピオンの大使国際ブーちゃんこと武藤くんでした。あたした、バイバーイ。ありました。皆さん、この動画のいいね、自分はウィンターカップ2022優勝したので2022いいね目指してます。チャンネル登録よろしくお願いします。